7月31日水曜日、英語ニュースの時間です。 Japan's average minimum hourly wage to rise to 901、 これ901なのかな、 yen、 はい、901円に最低賃金が上がりましたというね、平均の最低賃金が上がりましたというニュースです。これね、今朝からね、今朝の8時ぐらいかなに、いっぱい日本語で、記事出て、まあね、ツイッターでもトレンド入りとかしてましたけど、最低賃金っていうねワードがトレンド入りしてましたが、今のところね、今ね、午後の、12時半ぐらいなんですけど、この時点では、英語ではまだあまり報じられていなくて、日本 .com というメディアから、今日は記事を持ってきました。はい、これから記事読んでいくんですけども、この記事も今日の動画の概要欄、そしてコメント欄に URL 載せておりますので、ぜひ読んでいただければと思います。はい、ではちょっとね、ダーッと読んでいこうかなと思います。ちょうどいいボリュームですね。東京 July 31st A subcommittee of a Japanese Labor Ministry panel on Wednesday decided to suggest raising minimum wages across the country in fiscal 2019 by 27 yen from the previous year to an average of 901 yen per hour. はい、ね、もう、まあ、英字新聞ってね、毎回そうなんですけど、この、最初のね、一段落目、ファーストパラグラフにもう結論というか、こういう動きになりますっていうことが書かれてます。まあ、英字新聞に限らず、日本語のね、新聞でもそうかなと思うんですけども、何個かね、まあ、キーワード出てきてましたね。Decided to ね、こういうふうに決めたっていう Decided to、suggest raising、 raise ね、上げる。Minimum wages、 やっぱ最低賃金って Minimum wage だったんですね。Minimum wages across the country、 これはもう across the country なので、もう、 こう全国的にっていう意味ですね。 And fiscal、 fiscal は会計とか財政上のという意味があります。これも結構ね、語彙レベル高い単語ですね。経済系のニュースとかではよく見かける、イメージがあります。で、ここが重要ですね。27 yen from the previous year、 previous っていうのは、前年のとか前回のという意味がありますね。 previous year、year ね、年がつくと、前年のになるけど、なんか海外ドラマとかでもね、あれ24、懐かしいけど、24ね、もう大ヒットドラマ24とかでも previously on 24とか確か毎回言ってたかな、前回のあらすじはみたいな時に海外ドラマとかでも出てくる単語です。 previous ね。で、 previous year、去年に比べて27円、上げる、はい、そして、average 平均が901円になるよ。 per hour、1時間につき、 per ね、 per は何々につきっていうので、まあ、per hour とか、あとは per、person とかで一人当たりいくらですとかね、なんか海外旅行行く時でもとかにもなんかね、そのアクティビティするときとかにたまに見る単語ですけど、はい、ということで載っています。はい、やっぱ全部行くって言ったけど、今日この辺で、ストップしておこうかな。はい、なんかね、最近動画がちょっとボリューミーになってきてるので、毎日ね上げている文法動画とかも結構ボリュームあるので、やっぱこういうね、さらっと聞けるで、この短時間の中でなんか一個ね、キーワードをこう覚えられるみたいな、まあ、そういう動画もちょっと大切にしていこうと思うので、今日はこの辺でストップしておこうかなと思います。はい、キーワードは、Minimum Wage で最低賃金、まあ、ミニマムの賃金っていうのと、あとは Average ね、平均で、今回は901円に、ね、なるっていうね。はい、で、まあ、東京は1000円超えとか、なんかこう東京とか神奈川のね、ことに関しても載ってる記事とかも、まあ、日本語でありましたが、はい、もう私ね、ちなみに最初のバイトは、東京、福岡出身なんですけど、大学生の時に東京に来て、で最初にねバイトしたのが映画館シネコンだったんですけど、そこでね4年間やったんですけど、あの時ね850円、でしたね、時給。はい、まあ、けどね、この働いた時間分映画が無料で見られるっていう特典があって、まあ、全然それはねもう850円でもいいなとか思ってたんですけど、まあ、そういうね、もう今は最低賃金上がったんだなっていう。でこれでも全国的に上がるっていうことで、賃金のね見直しとか、
結構今日話題のニュースですね。はい、ということで英語のニュースも毎日お届けしていきたいと思います。よかったら今日のニュース何か参考になった点あったら高評価ボタンポチッと押していただけると嬉しいです。そしてこの動画チャンネルへのねチャンネル登録もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。夏休みの文法動画の方もやっております。バイバーイ。